現在10人が滑り終えまして、トップはロシアのトットミアニーナ・マリニン組、2位が中国ホウ・セイ・トウケン、3位がスコット・ドレボン組となっています。11組目のカップルはアメリカからイナ・キョウコ・ジョン・ジマーマンです。全米選手権3連覇、2000年2001年の世界選手権は7位、今年のオリンピックは5位という成績が残っています。ショートプログラム、音楽はピンクフロイド、シャインオンユークレイジーダイヤモンド。これは高いですね。スプリットダブルツイストリフト、決まりました。サイドバイサイドのトリプルトーループ、これもこのペア独特の滑りですね。はい、それでスローのトリプルループ。このカップルもメダル狙える位置にいますので、はい、これだけの実力があるということはどうしても難しい技術を初日から出さなければいけませんね。このスピンも調和が取れています。最後は拍手の中ペアスピンコンビネーションを決めまして、イナ・キョウコこの笑顔、ガッチューとジマーマンと抱き合っています。今年はグランプリファイナルでも4位という結果を残しているこのイナ・キョウコとジョン・ジマーマン組ですけども、去年にどうご覧になりました？いや本当にあの流れが良くなりましたね。ただ上位の選手は本当に同じような技術を持ってますから、その日その日の出来でね、順位がすぐ変わりますからね。強固なジョン・ジマーマン組の得点です。リクワイアードエレメント、いい得点ですね。5.5 から後半の5点台後半の得点が出ています。やはりメダルに結びつくためには、サイドバイサイドのトリプルジャンプ、はい、そしてスローの放り投げる、女性を放り投げるジャンプのトリプルループが必要になりますね。そしてプレゼンテーション 5.6 から5.8 が出ています。順位点がわずかに2位をつけたジャッジが5人、1位が4人ということで、総合順位で現在トップはロシアのトットミアニーナ・マリニン、2位にイナ・ジマーマン組となっています。